まあ実際言うと上唇はそんなに動かないんだろうけど、真ん中に持ってくると上が空きすぎちゃってるんで、大体まあ3分の1、3分の2ぐらい。よろしくお願いします。毎度です。今日は表情のつけ方っていうお題を投げられたんで、素材を作ってまいりました。ありがとうございます。今の表情じゃない表情を描いてみるっていうことですか。描きやすいようにこういうものも用意して、上から重ねて。助かりました。こういう服は何というものですか。いや適当に羽織らせただけなんで。温泉旅行に行くときに、まあ、浴衣でもいいしジンベエでもいいしフラットな表情で描いてきたから、その喜怒哀楽を好きなようにつけてもらえれば。やってみましょうか。ちょっとおの形になるかな。瞳孔はそんなに大きさが変わらないよね。あ、でも変えても大丈夫です、ね、全然大丈夫ですよ。おの口の何か書くコツありますか。んそうだな、口の構造を考えながら。あ、ちょっとびっくりしすぎるかな、ちょっとやりすぎたかもしれない。でも表情は振りすぎてもいい全然構わないから。私びっくりする顔を書くときに交際ところを全部見えるようにしているんだけど、むしろ小さくした方が驚きの表情にはつながるんですよね。あ、そうなんですか。じゃあこの後に見せてもらいます。そうか、すごい大きくするのはもっと怖い時か。ちょっと勘違いしました。どうですか。ちょっと何の表情なのか。びっくりするっていうよりもこれが何か面白いことを聞いたかな。お、面白い。吹き出しをつけて一言。驚いた表情を描く場合でしたら、なんかよく漫画家とかのドキュメンタリー見るときに表情は眉毛先に描いてるんですよね。ほう、日野井さんも同じですか。うん、まあその時々かな。あ、その表情に何が一番大事先に描いてるんですか。うん、元の絵の大きさからあまり変わらないように、うんうんうん、それを踏まえての大きさで描いていくことが大事だけど、まあ漫画のようなデフォルメにするときはもう好きなように大きさ変えちゃっても全然大丈夫ですけど。でもアニメーションなら中割りがちょっと大変になりますね。中なしで変えちゃう。それ。本当に少しだけ目が開いているように描いてますか。見開く限界もあるだろうから、まあこれぐらいかな。あー、幅が少し狭くなって、まあ正面から見ると開くとね狭くなるでしょ。本当に。あ、まあ実際言うと上唇はそんなに動かないんだろうけど、絵的な表現でこれぐらい上に上げれば。ああ、わかりました。物理的にそんなに上がらないけど表現力が。確かに私舌を書き忘れてました。じゃあ全体的に目が開いて、うん、で光彩が小さくなるんだ。まあ結構大きな驚きを表現するときによく使いますけどね。あ、影のつき方もこの上のフレームがないメガネがよくアニメにありますね。ああ、まあ省略してるだけなんですけどね。ああ、本当はあるんだけど書いてない。もうここら辺にかぶってくるとうるさいんで。そうね。じゃあ同じキャラクターは横から描くとまたメガネの上のフレームをまた描くんですか。まあこの程度ですよね。あ、ちょっと隠れちゃう時があるから、そこら辺は微調整して気をつけないといけないんで。そうなんだ。あ、分かりました。じゃあデザイン的にこのメガネは本当にこのフレームはない上のところ。うん、まあ描く必要もないかなと。驚いたんなら汗を入れてもいいし、ちょっとここら辺にいる影は本来フットライトのね影の付け方なんですけど、緊張感を出すために入れてもいいし。そうなんだ。とまあ驚くというのはこれぐらいですかね。
なるほど。全然違いますね。これはちゃんとびっくりしている感じですけど、私がびっくりというよりただ何か面白い話を聞きました感じ。じゃあ最初の顔はこういう少し考えている感じで、そこからこうなりました。まあ口が開いたが、そんなに驚いているというかただ話している。私が描いた交際は前の画像と同じ大きさで描いたんですけど、日の井さんの絵でかなり小さくなりました。漫画やアニメ的表現ということで。なるほど。瞳孔だけが大きくなりますよね。そうですね。光彩は変わらないんですけど、こうやって全体的に光彩小さくするとちゃんと目が大きくなった印象がありますよね。まあ、やっぱり私が描いた口がそんなに狭くなっていないんだ。全体的に結構大きくなってるんだけど、すごいいい勉強になったのがこの口が開くときにちゃんとちょっと狭くなって、で上のところはそんなに上に行かないで下の方がもっと開くんだ。すごい。ギャグのキャラの場合はこの反対で、小さな口の上に大きな口がボンと乗る。あ、確かにそうですね。あとは汗のポイントが良かったですね、うん、いろんな表現。あとはフットライトの、はい、影が逆に下から、うーん、私が描いた眉毛が真ん中方にまだ少しなんか下がってる感じですね。こっちの方が全体的に上がっているようですね。こういう表情は、ね、振り切っちゃった方がそれらしく見えるんで、うん、左眉毛の方が だいたい同じ、この流れに沿ってますね、うん、だいたい同じ感じですね。私たち、まあ、鼻筋に沿って描いてるからだいたい似てきちゃいますよね。じゃあ他に何かポイントありますか。まあ、普通の、まあ、見開くときはこっちの方のボリュームも目尻合わせでどれくらいバランスを取りながら見開かせるか、あで、まぶたもどれくらいバランスを取りながら、端はここですからね、うん、そこを意識しながら見開かせる。端はここら辺だと思って、うんうん、どういうふうに、ね、あの筋肉で引っ張って見開かせるかっていうのを考えながら。じゃあやりすぎないようにですか。そうですね、まあ、この場合その光彩が小さくなる効果がすごいですね、うん、フラットな大きさから中なしでここまで持ってってもいいし、あの一旦目を閉じて開いたらこれになっててもいいし、お驚いてる時だから、あの閉じ目もノーマルだったらこれでいいんでしょうけど、この場合釣り上がった、あ、うん、なるほど、こんな感じですよね。じゃあ角度が変わるんですか、こういう向きからこういう向き。まあ普通に閉じるけど、頬の筋肉に力が入ってるんで上に持ち上げられてるって感じですかね。あ、たまに光彩が小さくなる中割りも入れてますか、うん、入れたくなる時はほとんどないけど、まあ演出上そういうのが必要ならば。わかりました。どうですね、大体中なしで描いちゃった方がすっきり見えちゃいますよ、こういうの。まあ口にしても真ん中に持ってくると上が空きすぎちゃってるんで、大体まあ3分の1、3分の2ぐらい、あ、これぐらいの大きさで開けるときは見てもらえれば、まあ、上顎の歯が見えるときもあるし、下顎の歯を描くときもあるし。普段描いているアニメーションだと、あ、顎の位置も合わせてますか。そうですね、これより大きく上げるときはここもいじりますよね。あ、下に下げて、うーん、ノーマルがここだとしたらね、ここまで下がるからこの分があの下げるとここまで来ちゃうから、それはさすがに。へえ、じゃあそんなに合わせないんだ。そうですね、へえ、大体バランスをとって描いていくと、まあこれぐらいが無難かなっていう感じになりますよ。ここまで持っていくと、なんかサンダーバーズみたいな、うん、パペットみたいな。ここにあの蝶つがいがあると思って、うん、まあポンコツロボットだとこういう道理ですよね。そう、こういう表情に関してはそれぐらい気をつけてればなんとか見れるのかなって。じゃあありがとうございます。いたしまして。じゃあ次の表情挑戦しても大丈夫ですか。どうぞ。なんとなくなんか怒ってる顔を描きたくなりました。じゃあ別のキャラを変えて、おー、やりましょうか。